はい、月です。本日はドコモと au から発売されました、Galaxy Note 8を開封していきたいと思います。本日発売ではあるものの、世界的には1ヶ月以上前に発売されていますので、それほど目新しさはないと思うんですが、例によって、下手の横付き視点で見ていきたいと思います。Galaxy Note は初代2代目 Note 2ですね、を私は使った経験があります。そして、昨年 Note 7 が世界的にリコールになったことで、いわゆるいわくつきのシリーズとなっています。今回はだいぶね、品質管理に力を入れていると思うんですが、どうでしょうか。外箱はこんな感じで、Galaxy S8、 Galaxy Note 8という感じで、横幅もちょっとあるんですね。横幅も少し違いますが、背がこんだけ違うということです。ではね、開封を早速していきたいと思いますが、私量販店で買ったんですが、傷がないか見てくださいみたいなね、チェックが、店員さんと一緒にチェックする機会があると思うんですけども、今日は何もそういうのなくですね、渡されたので、私自身本当に初めて見る状態です。ちょっと店員さんが今日ね、バタバタしてたので忘れちゃったかもしれないですね。はい、おい、彼を見たのは久しぶりですね。羊くんでしたっけね。ちょっとね、 Galaxy S8 と大きさの比較をしてみたいと思います。これエッジはね、すぐ反応しちゃうんでね、そこはちょっと使いにくいところなんですが、一回り背丈はもう少し、全体的にやっぱり一回り大きいですね。この Galaxy S8 って本当にちょうどいいサイズなので、まあね、ノート、手帳代わりにするにはやっぱり小さいんでしょうけども、悩ましいとこですね。はい、左から Galaxy Note 8、バイオフォン A、 S だっけな、バイオフォン A、iPhone 7 Plus、 Galaxy S7 Edge、ブラックベリーキーワンブラックエディション、そして Galaxy S8 となっています。やっぱり背の高さが1個抜けてるという感じですね。横幅はバイオフォンエースよりちょっと逆に狭い感じですかね。こう考えるとバイオフォンエースがいかにバカでかいかという感じなんですが、なかなか長いけど手には馴染みやすい大きさかもしれませんね。それでは箱の中身を見ていきたいと思います。よいしょ。はい、内蓋には、おお、何でしょうかねこれ。はい、 Galaxy S8 を購入した時にも au からの試供品としてカバーをいただいたんですが、今回も中に入ってる感じでしたね。 Galaxy Note 8のカバーが入っていました。そして中に説明書に、データ移行用試供品取扱説明書と書いてあります。でこれが USB Type-C ケーブルです。ここにこれが先ほどの試供品ですかね、データ移行試供品なのか、これ USB コネクタですね。これはおそらく芯ですね、替え芯じゃないかと思います。 S ペンの替え芯ですね。でこちらが、これは外付けテレビアンテナケーブルとなっています。でこれイヤホン、そしてエアピース、USB-AC アダプターは入ってない感じですね。で機体を見ていきますと、ここが電源ですね。 SIM スロットは上にあるタイプで、なんか起動しちゃいましたけど、ここはボリュームで、ここがなんだっけな、ビクシビーボタンというですね、 Galaxy のサービスを受けるときだけなんか使うボタンなので、非常に使わない無駄なボタンっていう感じがして、その割に押し間違いが多いので、なるべく早くなくしてほしいなと思ってたんですが、Galaxy S8 にもあって、で今回残念ながら Note 8にもついてしまっているということです。ブラックベリーキーワーみたいに、ブラックベリーキーワーもここにボタンがあって、ここを押すと自分が設定したアプリが開けるので、そういう機能であればありがたいんですけどもね。はい、背面はこんな感じでデュアルレンズになってますね。
で指紋認証の位置は Galaxy S8 とノート8と同じような位置にあります。まあ、背面というのはちょっとね使いにくいのかなというふうに個人的には思っています。で底面底面がこうなってます。ちょっと見にくいかな。底面がこんな感じで、ここですね、Galaxy ノートがノートたるゆえんはこの S ペンにありますね。よっ、はい、出てきました。一応店頭で触ってみたんですけども、これでやんのか。なんかボタンがありますね。スリープ状態、画面が暗い状態から S ペンを取ると何かアプリが起動して、これですね、画面にメモを書いてくださいと。はい、これで書けると。これがねなかなか斬新じゃないかなというふうに思ってるんですけど、まあ、書き心地は紙に書くほどっていうわけではないんですけど、なかなかいい書き心地ですね。ノートに保存、ね、会社であの電話取ってる時なんかに急になんかメモしたくなって、その辺の切れ端に書いてしまってなくしちゃうみたいなのが結構あるので、これであればね、すぐ保存ができるので、あ、なかなか書き心地いいですね。思ったより筆圧感知は4096段階あるそうです。で私はドコモで購入したんですけども、まあ、au の新しい料金体系はなんとなく狙いがわかるんですけども、買取を前提とした48分割というのがちょっとどうかなと思ってまして、これですね、この買い替えサポートプログラム、アップグレードプログラムっていうんですかね、390円毎月取る上に24ヶ月後、2年後に下取り勝手にされちゃうよと、その代わり金額半分になるよと、いうですね、まあ、よくわからないなと、あんまりお得じゃないんじゃないかなっていう気がします。で逆にドコモの場合は、まだ月々サポートっていうのが生きてまして、2079円毎月引いてくれます。これは新規もしくは機種変の場合なんですけども、 MNP 昔はね MNP 合戦って言われてましたけども、 MNP をした場合、はい、4158円と倍ですね、倍の月々サポートがあるという状態になります。総額で見るとドコモは au より7560円ほど高くなりますが、新規と機種変の場合は毎月2079円が利用料金から引かれますので、実質の端末代金は 76,464 円になるということになります。そして今見ました MNP の場合、毎月4158円が引かれますので、総額 99,792 円が引かれて、実質端末代金は 26,568 円というふうになります。まあ、あくまでね24ヶ月使った場合の実質端末代金になりますが、まあ、最近はあの MNP も新規も機種変も同じ月々サポート、まあ、月々サポートの額っていうのは同じようなイメージだったんですけども、今回は随分倍ですからね、差をつけてきたので、この機種がね実質 26,000 円で買えるっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。まあ、当然ね通話料とかデータ量がねその分高いっていうのはあるかと思うんですが、キャリアもうまく使うといいお付き合いができるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは自分の中では恒例になっていますアンツツベンチマークを取って、本日は終わりたいと思います。
はい、ということで、スコアが出ました。176,849 と、Galaxy S8 が16万ということでしたので、まあ、それよりもやはりいい数字が出てるなという感じですね。詳細はこんな感じです。デモ画面を私が見てる限り、なんか今まで見たことない圧倒的なヌルヌル感と速さというのを感じました。はい、ちょっと触っていくのが楽しみになってきました。次回以降また、Galaxy Note 8にも触れていきたいと思いますので、よろしければチェックいただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。